赤色のワンピース、君はとても素敵だった。学校の帰り道、二人で歩いたね。鶴川から秋葉原まで、たくさん話をしたね。そしたら君は喫茶店にも入ったことないという。偶然にも降りる駅が同じなんて嬉しくて、お茶の水のレモンという画材屋で紅茶を飲んだり、18の春に僕たちは知り合い、小さな家で暮らし始めた。20歳の秋に僕の歌では食べてゆくことできなかったけれど、僕はまだ若いから何もかも捨てる気で、愛しい恋人と本気で消えたり、僕のわがままをいつも笑っていてくれる君でよかった。いつか僕が年老いてこの世を去るとき、君が僕のそばにいて微笑んでくれたら、この歌を君と一緒に口ずさんで死んでゆこう。楽しい人生だったよと思えるように、やりたいことやり残したことまだいい